私の名前は井村道也です。よろしくお願いいたします。ね、今から10年余りですね、会社リタイアしましてからちょうど、10年ですね。で、それ以前はずっと油絵を描いてたんですけども、この水彩画にちょっと興味を持ちまして、それからもそれ以後ずっとこれから描き続けています。そうですね、3年か4年ぐらい前かね、通りすがりの人がここに絵があったらええねとかいう話もあって、で、子どもたちも来て何か1枚ぐらい描いたらわということで始めたのが最初ですね。で、個展の代わりに、場所がなかったんで、たまたまちょっとここ使ってみようかというのがスタートです。見たまま描くということですね。人が歩いてればそのまま描くし、人が転んでいてもそのまま描くし、こうゴミ箱置いてあったらそのまま描きます。リアルに描く、それだけをいつも頭に入れています。普通は鉛筆書きして、いろいろ枠を作ったり描いていくんですが、私はもういきなり何もなしにボールペンで描きます。ボールペン油性ですから消えませんのでね。それはなぜか言いますと、緊張した線が描けるということですね。鉛筆だと私は緩い線になりますので、また消せるという、ね、感じがありますので、それを避けるためにあえてもういきなりボールペンで描いています。それはインキングスタイルですね。それから色を塗っていくわけですけども、色はですね、透明水彩ですから、普通子どもさんが使っている絵の具じゃないですよ。ですから塗ったら色を混ぜるのは、その何回も塗っていって、こう紙の上で色を混ぜていくようなね、そういう手法なんです。ですから、塗りすぎたらまたティッシュペーパーのようなのを拭ってやったりして、ちょっと時間かかりますけどね。賞味の時間っていうのは大体1時間もあれば1枚のように完成します。やっぱり見てね、楽しいもの、綺麗なと、そういう単純なもんでいいんですよ。だから、こういろいろこう考えないかようなね、そんなことは考えてないです。だからとにかく単純に、綺麗な、美しいな、ええなという感じだけで描いてます。